ブロコーフィー・アブラシオ・ノビチ・ジャバリーゼは、グルジア人のボリシェビキであり、二十六人のバクーコミッサールの一員である。アリオ社の透明を持つ。千八百八十年一月十五日、ロシア帝国クタイス県シャルドメチで、地主の家庭に生まれた。千八百九十六年から千九百年までチフリスのアレクサンドロフスク教職学校で学び、在学中の千八百九十八年に、 ロシア社会民主労働党へ入党。1990年8月に鉄道労働者のデモを組織した罪で逮捕され、11ヶ月をメテヒ刑務所で過ごした後、クタイス刑へ戻された。1901年から1904年までロシア社会民主労働党イメルティアミングレリアカース連合委員会で1904年8月からは、 幕府委員会で働き、現地での社会民主主義組織、ヒンメとの創設に関わった。1905年の第3回党大会に出席し、ウラジーミルレーニンと面識を得た。翌1906年から1908年まで、バキンスキー・ラボーチー、グドークなどボリシェビキ系新聞の編集に携わった。 1906年から1909年までは、石油労働者組合の長として、ク雨での労働運動を指導した。1908年から1911年までは、繰り返し逮捕され、ベディキウスチュブで3年を過ごす。その後、1914年6月からチフリスの、党組織で働き始めたが、翌1915年5月にまたも逮捕され、エニ政権へ送られた。 しかしほどなく、チフリスへ脱走し、第一次世界大戦中は、トラブゾンで、ロシア兵に対する宣伝活動に従事した。2月革命後は、ボリシェビキのク撃委員会メンバーとなり、ステパン・シャウミアン、ナリマン・ナリマノフ、メシャジ・アジズベコフ、スルタン・メジド、エフェディエフ、イバン・フィオレトフラと共に、ク撃の革命運動に関わった。同1917年8月に、 ボリシェビキ中央委員会メンバー候補に選出され、翌9月からストライキ委員会議長、12月からバクウソビエト執行委員会副議長、翌1918年1月から同委員会議長を歴任。同年3月にミュサバと島による反乱が発生すると革命防衛委員会メンバーとしてその鎮圧に関わった。翌4月にバクウコミューンの内務委員、 6月に食料委員に任命されたが、7月末にコミューンが崩壊すると逮捕され、1918年9月20日に他のコミューン船員らと共にザカスピ州のカスピ海横断鉄道沿線で銃殺された。1980年、バクーのレーニー大通りとバギファ大通りの交差点にオマル・エリダ・ロフとラシム・アリエフによるジャパリーゼを記念する。 花崗岩と青銅製の記念碑が建てられた。この作品によってエリダ・ロフは1982年にアゼルバイジャン・ソビエト社会主義、共和国人民芸術家の称号を授与されたが、記念碑は2009年4月に解体された。跡地には2012年1月にコロクルの記念碑が建てられた。バクーでジャパリーゼと行動を共にしていたアナスタス・ミコヤンは、ジャパリーゼについて、 にぎやかで、いささか激しやすい人物で、永遠にどこかへ急いでいるような印象を受けた、と後に書いている。また、バクーコミューンの崩壊によって、ジャパリーゼとミコヤンが船で、バクーを離れることを余儀なくされたとき、船の行き先が、社会革命党の拠点であると知ったミコヤンが、反対するものは海に放り込んで行き先を変えさせると、提案したのに対し、ジャパリーゼは、 この人否人目とののして、それを制止したという、ありがとうございます。